太田から中村俊輔、ボールを受けた中村俊輔、前を向いた川又健吾、川又から川辺のシュート、静岡ラビー3点目、3対0、チビロ岩田突き放しました。大事なこの後半の時間帯でゴールを決めています。今鎌田が非常に高い位置を取ったんですよね。ですので、はい、ややもう3バック気味のポジショニングでカウンターを受けなきゃいけなかったですね、はい。まあ、前がかりになった清水に対してやはりカウンターがしっかり決まったのかなと。今犬飼が外に追い出されましたよね、はい。そしてそのスペースを最後川辺が走っていたと。まあ、川辺の飛び出しは非常にいいと思うんです。彼らしいいい飛び出しだったんですけども、はい、その前の中村川端の